いね。いか早いね。2秒だって4つまでしかできなかった。2秒で決まった。この画面のある4つ食べたかったから。もんちゃんは、どうしようかな。次のページ。次、赤貝。赤貝、私も赤貝。サビ抜きだよね。うん、サビ抜き。粒貝。粒貝はもんちゃんの様子見よう。はい、ニアナも。次、初めて来たからテンション上がるね。やばい。うわー、ポテトもナゲットも天ぷらもある。昨日マック食べたからダメだよ。あ、あー、そういうのもあるんだ。あ、これにしようかな。え、かっぱ寿司いいじゃん。わ、イクラが3貫も。すごい。わ、ウニだ、すごい。へえ。こんなのもあんだ。ご注文の商品がまもなく到着いたします。見て、シャルじゃない。え、なんか、丸皿じゃない。あ、セットで来るの。すごくない？え、あ、発車、発車。すごい。え、すごいんだけど。じゃあ、皿でカウントしないんだ。あ、なるほどね。面白い。面白い。結構いろいろあるな。エビ天にぎり食べちゃおうかな。汁物、汁物。だし醤油にしよう。吉村屋じゃん。吉村屋じゃない？これ。え、これ家系でしょ？本当だ。そうしてみようか。うん。味噌汁頼むぐらいだったらラーメンにしようかなって。いただきます。はい。うん、うまい。おいしい？うん。うん。うまい。おいしい？食べたいのある？大丈夫。おいしそう。うん。少々。ネタが小ぶりなのはあるけど、うん、それでも美味しい。吉村頼むか。まだ普通にしちゃうんだ、うん、これだよね、普通の。うん、お寿司がめちゃくちゃ久々、ね、何にしたの。だしにした。減塩、うん、だし。特選もあるよ。だしにしよう。特選、特選食べてみたい。結構はま寿司もスシローもさ、行ったことあるけどさ、うん、また違うね、かっぱ寿司は、うん、かっぱ寿司でシャリがちっちゃいかな、ネタもちっちゃい気がする。本当に初めて来たかも、うん、これすごくない？1貫で買えるよ。煮穴が50、これシャリハーフなんだけど、うん、お子様でも食べやすいようにかな。へー、すごくない？ほら、シャリハーフなんだ、うん、しかも違う、シャリハーフじゃないのも。え、これめっちゃ良くない？うーん、え、めちゃくちゃいいな。一貫提供商品。ちょっと柚子塩サーモン行きたいな。いいね。ね、あと粒貝私一貫でいいからさ、あるかしら。あ、ほらほら、超良くない？あ、いいじゃん。やった。お好み寿司作れるんだじゃん。そういうことだね。うわ、めちゃくちゃ。やったー。それはよく考えられてるな。先に気づけば穴子も赤貝も一貫でよかったな。これはよく考えられてるな。感動した。これだけでかっぱ寿司にしようって思える、うん、ね、浜寿司とかスシローに行くんだったら。確かに確かに、うん、止まんない。ダメだ、決めらんない。食べよう。だから私がやるんだよ。うん、消したな？消してない？消しちゃったかも。間違ったの？何それ。いただきます。うん、おいしいじゃん。おいしいよ。シャリあったかい。あったかい。おいしい。うわ、あ、おいしい。この一貫嬉しいな。最高最高。ごまオーバイナリー。私はもう一貫の虜だわ。最高。カニ、カキフライがあるらしいんだけど、知ってる？ほら、カキフライ食べたい。軍艦もさ、全部1貫からあるよ。カキフライ食べたい。今探してますのよ。この辺か？あ、カキフライ単品もあるよ。あ、まあでも握りがいいか。うん。カキフライ、おすすめじゃないの？美味しそうだな。食べたいのない？この中で大丈夫？大丈夫。検索できないの？限定だ。うん。
待って、今の戻って。待って、これ頼んじゃうから。あ、じゃあ2貫。うん、あったわ。うん、うまいよ。あ、これでいい。うん。これ2つ。うん。うん。オッケー。あ、こう、下から来た。私のエビ天。はい。むーちゃんの茶碗蒸し。食べたいエビ天。食べたいかも。いいよ。エビ天と、あんかけの茶碗蒸し。あ、美味しそう。お塩ある。あ、お塩あるじゃん。どうかな、エビ天。じゃあ、いただくね、エビ天。いいよ。ここで、そうそう、ラーメンが食べたいね。食べたいね。うん。いただきます。おー、いいね。うわ、どう？やばい。おんこ。うん。うん。うまっ。うん。うまくない？うん。下もご飯いらないね。超熱々。うん。ラーメン、ラーメン。うまっ。めっちゃ美味しい。うん。すっごい匂いする。いくよ。めっちゃ好き。普通にラーメンじゃん。吉村屋。すごい。ラーメンとお寿司の組み合わせって最高だよね。しかも家系ってやばくない？地響きみたいな感想が出る。うんまっ。中トロ普通に美味しいんだけど。やばい。かっぱ寿司美味しい。うまい。吉村屋ってこんな感じなんだね。あんまり食べたことない。あんまし家系とはちょっと違うっていうか。そうなんだ。うん。ワンムシ最高。うん。うまっ。アラカルトみたい。ああ。いや、いいね。一貫いいよね。すごくいいね。めちゃくちゃいいわ。もんちゃん、アナゴあげようか。いいの？うん。うん。半分食べたよ。めちゃくちゃ美味しい。うん、わ、みちみ大福もあるよ。新しい飲食店に来るのってすごい楽しいよね。ね。ね。蒸しかけあった。食べる。食べようかな。食べようか。うん。100円でいいの？一貫ね。すごい。あ、すごい甘いね、ラーメン。なんかね、甘いっていうか、醤油が結構強めの。うん、家系ってもっと豚骨じゃん。うん。美味しい。あ、茶碗蒸し美味しい。うん、うん、めっちゃいいじゃん、かっぱ寿司。平日の疲れが癒されるね。金曜日ですから。うん、花金だよ、花金。うん、あー、美味しい。すごいコーヒーのいい香りがする。うん、結構入ってるけどいいの？どうぞ。おいしい。あ、おいしい。茶碗蒸し一瞬だよ。たまらん。もうなかったけど、かっぱ寿司のいいところは、うん、一貫注文とこれが一緒に来ること、うん、これが食べやすい、すごい丸い皿よりも。うん、すごいそれが感動した。ちょっと美味しく感じない？感じる感じる。だしお寿司も当たり前に美味しい。うん。だって。それ塩じゃないの？醤油つけちゃったの？でも美味しい。甘みすぎちゃったな。もう私禁止だわ。なんだなんだ。石垣だ。結構大きいよ。多いじゃん。石垣です。大きいね。大きいね。うん、気分がいい。気分がいい。うわ、美味しそうだね。うわ、天才。チャーシュー食べる半分。うん、どれどれ。一口？無理無理。二口。うん、天才でしょ。
すごいね、うん、上手だね、揚げ物、ね、さて、私の好きなエビマヨはかっぱ寿司さんはありますでしょうか、うん、あったありました。これでいいの、うん、淡エビくん、プチマヨなしだ、マヨマヨ、マヨ意外とね、あるとこ少ないんだよ。バイキングぐらいさ、なんか頼みすぎちゃったすごい早かったもん、頼むペース。お腹空いてたんだもん。いや、全部食べきれるけどね。わー、おいしそうね。あら、おいしい、おいしい、カキ。カキに塩レモンってもう、ピカイチだよね。ウニはウニ、ウニいっちゃうの、いくらすんの。ないよ、3巻じゃなくてさ、2巻でいいんだけど。1巻でいいよ。え、一貫ある？あるじゃん、一貫。ほら、ウニないよ。うん、ウニ三貫オンリーだよ。そんなことないよ。ほんとほんと。これしかないの。これ、あー、ほんと？ほんと。もういいよ。諦めるよ。頼みすぎちゃったと思って、急いで食べたけど、あと4つで終わると思ったら悲しくなってきちゃった。ラストラスト粒貝侍、うん、本当は雪見大福2個が食べたいんだけど、うん、今お会計確認したら3900円だったの、うん、ちょっとビビっちゃったから、このシューアイスだったら100円50円しか買わないやんでも違うじゃん気持ち。だから、私大福一緒に食べたいかも。でももう口がシューアイスになっちゃった。あ、じゃあいいよいいよ。でもこれ2個頼んだら絶対ダメだからね。ダメだよ、いらないいらない。いい？いらない。なぜか甘エビ軍艦が来ません。はい、どうしてでしょうか。カニです。どう、おいしい。やばい、やばい。上かな下かな。上だ。あ、私のシューアイスが来ちゃったよ、もんちゃん。あれ、すごいちっちゃいんだけど、これは100円だわ。わかる？この大きさ。わかる？100円だもん。やられた。でも1個あたり69キロカロリーしかない。いや、ちっちゃ。文句言わないで食べて。せちがないね。物価高騰。物価高騰をすごく感じるわ。今コンビニで100円でアイス買えないか。買えないんじゃない。それにしても、あ、おいしそうじゃん。ラスト、うん、ねえねえ待って、エビとマヨが会えられてない。それ写真で分かったじゃん。そう、分かったよ。本当だってこのままだったもん、写真写真の通りに来たよ。あれ、自分で会えよう。残しとこうか。いらない、大丈夫です。これは50円奮発して雪見大福にすればよかった。それもすごいちっちゃい2つなんじゃない。なんかもしんないな、うん。外食産業も大変だね。消費者が感じるよりも、高いね、値上げしたねって感じるよりも、生産側が苦労してそう、うん、ラストシュークリーム侍、うん、美味しかった。美味しかった、大満足です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。15点も頼んだ。4014円、こっちに3000円、こっちかな、こっちに3000円、こっちに2000円入ってると思うから、うん、多分タダで食べれると思う、うん、はい、はい、お願いします。なんとね、私忘れてたんだけど、うん、あの半期に1回なんだけど、これ、うん、あのだから2期溜まってて、うん、なんと1万円分もありました、ね、だからもう1回来れるね、うん、はい、中田4014円を0円で食べました。ビバ株主優待ということで、ごちそうさまでした。
バレンタインですね。これ？そうじゃないの？あららら、ら美味しそうな飴ちゃんが。こっちがバレンタインコーナーだ。わあ、何このエビちゃん。エビちゃん。かわいい。いい言葉だね。もらうよりあげたい。その通りですね。愛すより愛されたい。そんな曲あったよね。曲だよね。え商品発売、シナコのミニキャンディショップ。まずパッケージがかわいい。